島原。4-10、島原城奪還。敵を壊滅させ、島原城の誤解を解け。今こそ陣中鬼を背に進撃せよ。平和は殿、いやメシアにかかっている。と、島原城いるんですけど、弾よけくらいにはなれるはずだから。さあ、もそもそとレベル上げしかしてなかったからな、ストーリーを全然進めていないぜ。とりあえず真ん中のあたりにそっとそっと置いてね。そっとそっと置きますか。オダに、うん、あ、前どう置いたっけかな。うっせオダにうっせで、じゃあ本庄脇に、これで防御率をちょっとアップさせとくか。丸々盛岡、これでどんな感じで攻めるかな。チョプ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 、虎のように舞い、獅子のように。で、本庄を引けた。頑張ってくれよ。刀などもそんなに体力ないからな、お前らでなんとか防ぐしかないからな。で、一応で海のやつらとかも連れてある。ただここら辺でなんか割とお、やばいかも。昔のカードがやばいかも。よしよし、いけるいけるいける。日の丸奥義とかを戻してある。で、引けたには、あの、防御力50アップのやつと25アップやつ、あれをつけてある。理想はね、50のやつ2つつけたいけどね。晒して差し上げましょう。いけるかな、この感じで。もう3。さあ、しかし女の子らしく可愛く戦いますね。そうね、ウフドゥフリフフ、虎のように舞い、可愛く戦いましょう。ドゥフフ、えい。仙台城がちょっとやられかけてんな。仙台がやられたら、そうだな。なんで島原城わざわざ連れてきたんだろう。そしたらなんだろう、海シフトするかな。あ、やばいやばい、ちょっと待って。あ、ちょっとストップストップストップ。俺の指が間に合ってなかい。じゃあ一旦で、おあ、違う、一条でじゃない。こっち仙台を下げて、早送りは解除した。で、どうしようかな、小田原町とか行く。どっからで行こうかな。必ず通りそうなところに置きたいってのはあるけども、どこがいいかな。虎のように舞い、獅子のように刺す。ここかな、ここにちょっと置いてみよう。で、ゴボをちょっと回復しとこ。で、みんなの攻撃力をアップ。で、超ダメージ、えい。で、どうしようかな、オダニのオダニボンバー撃っちゃう。おくらいなされ、どうすこい。よーし、一気に減ったね。残りの1本があなたを貫く。貫いちゃって、で、止まってきたら、切れたらどうしようかな。えい、のにしてくれますわよ。これでステータスアップ。いですけど、ね、第6波いいね、いいね。この感じだったら物量でいけるね。えい、天候変化、移動速度が減少。薪で十分ですわ。よーし、デコ瓶で十分だよ。ペシってやったらな。虎のように舞い、獅子のように刺す。さあ、こいつがどっちから来る。左折、大掘り切りでも食らえ。まだかな、まだ時間かかりそうっすかね。どうしよう、オダニボンバーちょっと振っとこう。大掘り切りでも食らえ。第7波残り2つ、この感じだったら、お、体頭の舞いをご覧に入れます。攻撃範囲もアップ。連行不落いですよ。こいつらがなかなか来ないからな。あー、切れちゃう切れちゃう。せっかくあげたのに。チャプ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 、晒して差し上げましょう。よし、こっちも楽に勝利。ラストウェーブどうぞ。硬いやつが来たら晒して差し上げましょう。通るかな、ここ。よいしょ、ギギツバメ返し、一条だけバージョン。この南部鉄器で制裁を受けなさい。あ、しまった、こっちに気を取られてた。いい、そのままいっちゃえ、そのままいっちゃえ。よしよし、ふう、なんとか本庄を引けたにして勝つことができた。吉日、方角の吉凶より殿の判断を信じましょう。やりましたぜ。トゥルルルと、ちなみに今あの経験値アップキャンペーンやってるんで、ちょっと多めに入ります。いいね。まあここは普通の子だね、いつもの子。よし、
最悪、この私が騙されてたの。あれ、なんかよく見た顔がいるぞ。カウドの言葉を信じるなんて、キー一生の不覚ですわ。誤解が解けてよかったよかったの。原城、玄城を助けようとするなんて、島原城もいいとこあるの。お黙りなさい、勘違いしないでほしいわ。私はただ原城のお嬢様に菓子を作ろうと思っただけよ。ははそんな照れんでもいいのにな。素直になった方が楽なのにね。殿さん、殿さんもそう思うって、一騎軍の人たちに伝わってるわ。ふふ、ああそういう意味か。あのわっしょいわっしょい、よくやってくれたの方の捕まったか。てっきりあのやれーっていう方かと思っちゃったよ。みんなから感謝されてるの。殿、すっごくすっごく照れてるの。よーし、戦後たちも行くの。待って、ずるいってうち置いていかんで。くー、負けんけんな、捕まえちゃるわ。ってはわわとっとと、ギュン。ああ、ヤクモどうしたの、転んだの、大変なの。ヤクモがあのいろんなところの骨が砕けたの。殿、早くこっちに来るの。ヤクモ転んだの、ビクビクしてるの。危ない、泡吹いてんじゃないのか。ビク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 。ふう、やれ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 だぜ。あの二人また騒いでいるのか。お、転んだ拍子に穴が出た。腰の蛇の上に白餅をつき、ピクピクしている。ヤクモを抱き起こした瞬間、激しい光の波とともに穴が現れる。何も抵抗できないまま全員が穴に吸い込まれた。本当この辺り適当だよな。とりあえず穴が穴に吸い込まれた後、さてさて、5の、10までクリアしたら、そうだな、白プロも最終回でいいから、イベント戦は起きるだろうけども、一区切りだしね。まあまだもうちょいかかるだろうな。かなりゆったりペースで進めてるし。新しい仲間が増えるんです。でもって動画用にまだあの、なんだっけ、レベルアップさせてないやつが結構いる。どこら辺かな？これじゃない。お、これだ。近代改築しよう。おー、すげえ可愛くなるな。獲物がすごい。シャキーン。江戸幕府、最後の日本式城郭、蝦夷の国、松前城です。殿、また会えましたね。よろしくお願いします。いや、ここまでビジュアルが様変わりするの気持ちいいな。かわいい。北のジョジョもいける。福井城、剣山、どこへも殿の命に従う。人質であろうが私は構わない。さあ命令を。この下乳いいですな。そしてスタンドがすごいことになっている。うどこ城も行ける。なんとすくみず。うっと、うと城、ただいま参りました。この自慢の水軍で敵を蹴散らしてみせます。神の名のもとに。いいな、かなりかわいい。俺好みのビジュアルになった。このすくみずフェチではないんだけども、いいな、このなんだろう、バストから上あたり、この顔好きだな。お、近代改築ではなく改築の方が、装備はまあ外れるからいいだろう。ビジュアルはそのままに。貝ってことだね、これ。あ、しまった。これ、そこで終わらせちゃった。さてさて、5ステージ目に行こう。そう思った矢先にイベントが始まっちゃいましたね。お宝探しと、これさ、また文章長いんですかね。怖い怖い。伝説の武器、初級1。兜を撃退するには対象兜を倒す必要がありますね。殿、兜は空と陸の両方から攻めてくるようですと。飛んでくるやつがいるとね、対空持ちを考えなくちゃいけない。対策を検討し、8ウェーブで撃退をお願いしますと。そしてね、この対象兜はてなってあるでしょう。これがね、まあまあとりあえず見ましょうか。こんな私でも1だったらまだ引けた本城でもいけるでしょ。あとこのガチガチなら。でもね、ワンワン発掘探検隊、ことに眠る伝説の武器編。くんくんくん、もう少しで何かヒントが分かりそうだよ。お殿様の役に立つ貴重な装備品の場所、よーし、もっと鼻に神経を集中させて探すぞ。ここ、妻さん、そんなところで何をやってるの？
何かなくしちゃったのなら千個も探すの手伝うの。あ、でも犬の化身で嗅覚は優れてるから一人でも大丈夫かな。なの。くん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 。集中している翼の前には耳には千個の声は届いていなかった。近づいてくる千個に気づいていない翼が止まるはずもなく、千個も気づかれていないと思っていたため二人はぶつかってしまう。そして中身が入れ替わる。キューイタタタタなの。千個がいるのになんでちょっとつ猛進してくるの、犬のくせに。くんごめんなさい千個さん、大丈夫だった、怪我してない。もうズタボロですよ、あばらがなんか80本ぐらい折れたよ、そんなにないけど。コン、千個は大丈夫なの。それにしても累計80本ってことにしよう。あの折れたそばから修復しまた折れていくっていう。千個の気配に気づかないくらい集中して何を探してたの。僕お殿様役に立ちたくて、あの役に立ちたいんでしたら、ねえ、なんかもうちょっといろいろ考えることがあるんじゃないでしょうか。貴重な装備品の位置を探っていたら周りが見えなくなっていたみたいで本当にすまんそん、すまそん、させん。今度は気をつけて探すから。よーし、コンセントレーション、集中集中。あれかな、一ターンの間攻撃と回避が 30% アップかな。あ、でも最近のスパロボだと違うんだっけ。お殿様のために新宅で位置を見つけるんだ。ストップストップストップ、翼ノー、ママさん、ママさん、ママさん、翼止まらないよ。殿のためなら千子を喜んで協力するの。ありがとう、千子さんの協力があるので頼もしいよ。長えな相変わらず。じゃあ僕に力を貸してお願い。最初からスキップしとけばよかったかな。よーし、千子に任せるの。千子のパワーをラブ注入。千子さんの気が僕の中に入ってきて、ほー、鼻が敏感に。ワン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 の武器は娘、ワン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 テク、ワンワンワン。天からのお告げ伝えたよ。よーし、お殿様のためにも見つけないと。ま、松野ー、物知りなススキも一緒に来てもらうの。このイベントね、ススキさんがねすごい嫌われるらしいですよ。ねえみんな、ヤクモススキ大変なの。で3人で行くのか3匹か。お、雪が降っておりますな。はあ、はあ、ようやくヤクモに、違う、翼に追いつけたわ。え、早かったかなと。ちょっと気持ちが流行っちゃってるな。ほんと早すぎなの。速さが足りすぎ。私ならここにいますよ、と。水を持ってきたんです。ありがとう。俺もちょっとカフィー飲みます。ぷはー、今日もいいペンキ。回復したところで、なの。武器の位置は分かりそうなの？分かりそうだよ。今ね、鼻がすごく敏感になってるんだ。あっちから気配を感じるよ。あっちもこっちも雪で真っ白になっとるわーと。雪だるま、鎌倉、雪合戦に、それからよし、かき氷作ろう。そういえば今この時期札幌雪まつり始まってるんだよね。もしかしたら来年行くかもしれませんので、北海道の方々、遊びに行く方、お会いしたらよろしくお願いします。翼、ここにあるのですか。見渡す限り銀世界でそれらしいものは見当たりませんが、この辺にあるはずな。クン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 カクンカクンカ、首をかしげてどうしたの。武器はこの辺のどっかに待ってるよ。この辺って言われて、見渡す限りの山のところを見るんだろうな。あの悠々白書の最後の方で、あのばあさんの持ってる土地、とりあえずここら辺見えるところ全部らしいよって言ったぐらいに、これここ全部っていうぐらいにアワウトなんだろうな。僕に任せて、みんなの負担が軽くなるように埋まってる正確な位置を見つけるからね。本当かな。カブトガというね、宝蔵品に匹敵する武器を狙ってるに違いないの。なんてこった、任せるの。いざ出陣なの。おー、ふう、ようやくか。でね、まあまあまあいいの、一応とりあえずやっていきましょうか。どういう感じでいこうかな。とりあえずガチガチに、ガチガチに固めようか。置いてね、範囲のがあるからこっち側置こうかな。で、あらあら、小田原でいけるかな。それともちょっと一時停止して、ちょっと待ってくださいね。何よ、2条かな。何を、坂本が311。あ、どっちも同じぐらい強いな。とりあえず置いて、じゃあね、何よ、2条、
もう一体どうしようかな。滝山とか置いてみる。でね、ここね、飛んでくるやつがいるから、どっち側に飛んでくるかだよな。それを考えてちょっと、鬼ヒューガが相手だ。まだね、陸を這う敵しか来ないんで。ギャーこんな結構うるさいですよあなた。まだ来ないな。とりあえずこの感じでいけそうかな。で、こいつの攻撃当たらない？意外とそんなに範囲がないのかな。え、二条が結構食らってもいいようなもんだけど。腹のように舞い、獅子のように刺す。それかな、かな、スキルためのために最初から出しといた方が良かったかっていうね、こういう後になってから考えるのは良くない。とりあえず現状、現状維持。お、飛んできた。攻撃範囲や、ブー。ペチペチ。ちょっと置いちゃうか。右の守りか左の守りか。迷ってる迷ってる。こっちだと、あ、こっちであのね、このコウモリ女の防御率をちょっとアップするっていうのもありだな。じゃあこっち側にちょっと配置しちゃおう。ちょっと本庄ガードガッチガチ編成、ガチガッチガチでいこう。どうしようかな。入ったら撃つ。お、飛んでくるやつも来たね。なるべく華麗に舞います。今日の晩御飯はカレーにしようかな。あんた邪魔よ、どきなさい。もっと端っこ歩きなさいよと、どこかのあの大御所が言いそうだな。あらあら、ごめんなさいね。まあこうやってね、うん、いい感じ、楽勝に倒せてるねと思うじゃないですか。ある程度、まあいいの1だからね、ある程度楽なのには理由があると。おしまい。なんでかはね、もうちょっとでわかるよ。ですよ。うん、大丈夫大丈夫。ごぼうちゃんパンチ。ごぼうちゃんキック、ごぼうちゃんトンファーキック。うん、どうしようか。飛んでくるのが井戸にぶっ込むよ。飛んでくるやつが意外ともはや手加減などせぬわ。なんだろう、範囲内に入ったらもうすぐに死んでるからな。ちょっと強いの入れすぎたか。お、やったー、これですよ。最初はね、ちょっと諦めてたんですけども、回復とかしちゃう。嘘、ふざけんなよ。うん、なナンバしよっと。嘘、そんなところで、そんなところで起こす。死にません。なぜって、私がお守りするからですよ。ああ、よかった、こっからだ。もう一回かと思ったよ。ああ、よかった、ボスまだできた。まあ1だからね、繰り返しは別にそこまで苦じゃないからいいかなと思ったんだけど。そんなアンコールやめてよ。ちょっとタイミングミスって引けた、ダメージ食らっちゃった。なかなか、お、経験値めっちゃ少ね。またやりましょう。そして、最初のクリアで手に入るのかな、古代刀っていうのを手に入れました。さすがだわ、うちらの殿さんは采配が本当にうまいわ。はい、お世辞タイム入りました。カブトさんたちが撤退していったけん、穴掘りに専念できるよ。穴掘り。翼は調子はどうなの、武器の狙えた場所は見つかったの。待って、もう少し。いや、もう手に入れたからいいです。ワン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 。ここほれワンワン。コン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 。いや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 、クモ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 シャーヘビヘビ。メガネメガネメガメメガネネメガネメガ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 ネ。旧先行杉もの意見に賛成なの。ごめん、ちょっとあの言語、あのヒューマンの言語で読んでなかったから、なんで喋ってたか全然読んでなかったわ。じゃあ違うのか、今手に入れたのは大したことないものと。そんなことないはずだけど。どげどげどげかいね。くんくん、分かったよ、場所は間違ってなかったんだ。穴の深い深いところにあるよ。ほう、この刀はダミーということですか。へえ。でも古代刀なんかさ、最初に手に入る木刀とか、そういうなんだろう、弱い武器のごとくずっと持ってたら、ラストの方でなんかすごい強い武器に変化するみたいな RPG、 昔の RPG でよくあるよね。最近でもあるかな。だからついついさ、初期装備ってさ取っておいちゃうことってあるよね。
掘って掘りまくると。でなんで俺が不穏な空気を醸し出してたかっていうと、さっきボスが現れたじゃないですか。ボスはですね、あのランダムなんですよ出るの。だから運が悪いとあのマップを延々と繰り返しやることになり、なかなかクリアできないっていうね、すごい悲しい感じなんですよ。さあこのままの調子で E の2まで行ってみましょうか。穴を掘れ初級2。みんな掘ってるかい穴。そう、この対象株とハテナってのが出るかもしれない出ないかもしれないと、その穴掘りを再開するために対象株とを倒さないとなの。だから呼んでくれよ、むしろあの呼んできてくれみんな。この数なら10ウェーブ二足方向の兜と、空から来るやつも来ると。さっきと同じ感じで行ってみようかな。とりあえず玉よけくらいにはなれるはずだから。さっき5号の回復のタイミングミスってたな。ちょっと食らっちゃってる。コン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 。おー、テンポよくコンコンしてるよついついあのアクセルホッパー思い出しちゃったよ。どういうやつだっけ。ポンポンスポン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 。違うな、あれアクセルホッパーってどういうリズムだっけかな、忘れちゃったどうでもいいわ、大して好きでもなかったし。あのダイブがさ、ついついなんか大板に見えちゃうね。全くそんなことはないんだろうけど。カブトが体勢を立て直したようですね。なるほどね、武器は渡さないよ。ここはね早くクリアしたいね。なぜならまあクリアしたらわかると思う。誰か近づいてきますね。あれは白娘さんみたいですが、お笛を奏でながら、プーさんかな、ゆっくりとした足取りで歩いてくる白娘は娘だったが、ここから見える五重の塔を眺めながら進んでいたが、千子たちに気づき歩みを止めた。素敵な音色だったの。あ、もしかしたら、お、肉体労働で溜まっていた疲労が癒されたの。戦慄かな念能力で回復したのかも。ありがとうございます。かわいい。道に迷って途方に暮れていたのですが、あの五重の塔があまりにも美しかったので、音で表現してみたのです。申し遅れました。私は武蔵の国の八王子城と申します。なんか心霊スポットらしいね。皆様方にお聞きしたいのことがあるのですが、よろしいですか？ん、いいよ。聞きたいことって何何？スリーサイズ？実は私、小田原城のファンミーティングに参加するため、この地図に書かれている場所を目指していたのですが、どうやら道を間違えてしまったみたいなんです。お、小田原城うちいるぜ。何何そんな、ファンサービスイベントとかやってたの？小田原城と行く、熱海バスツアーとかあ、でも小田原だったらね、まあいいや恥ずかしながらここがどこかもわからなくて、よろしければ目的地への行き方を教えていただけませんか？そうだね、小田原城行くんだったらあれ使う、あのとりあえず京急乗って、どれ見せてごらんよ。目的地の場所は小田原城さんのファンミッティングって何なんですかその新種の天狗は簡潔に説明すると、小田原城さんがファンクラブの会員と交流する会ですね。なんかどっちかというとさ、ごぼうちゃんが開きそうだけどさ、歌姫チックのやつが。意外とやってるんだな小田原城小田原城ファンクラブの会員は100城以上と言われてるんですから小田原城のファンって人じゃないんだ、みんな城なんだ。周りの城が、あー小田原城さんかっけーっすーって人気も難攻不落、誰がうまいこと言えと。そうこうしてるうちにカブトが現れた。おお、まあちょっと面白かったよ今回はストーリー。じゃあせっかくなんで小田原城出してあげるか。小田原城の範囲ちょっと広げておきたかったな。小さくて持ちやすい。じゃあさっきと北から敵が来ないところ、もろ同じような編成でいっちゃいます。とりあえず滝山ここに置いて、じゃあ小田原城、あら範囲がもうちょい欲しいな。まあ、いやダメだったら下げよう。とりあえず今回は小田原城のファンミーティング開催記念ということで、うるにゅう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 、このクリーチャー気持ち悪い。でいきなり空飛んでくるやつも来たと。あれだな、ヒケタの耐久力が気になるな。もう一体近くに置いて、あれ俺さっきどっち置いたっけ、あこっちでいいんだ。 30% にする方が良かったかな。ペンペン打って打って、一応みんな対空持ちのはず。獅子のように刺す、いけー虎頭さん応援してね。小さいからって甘く見ないでよ。いいね、こいつらの攻撃力でなんとかゲチッとやってる。おっといっぱい飛んできた、撃ち落とせ。ここをチャン
カトンボ、落ちろカトンボ。すいません、早く来てもらえませんかね。これが本当の袋のネズミよ。遅い遅い、こいつあれだな、片っ端から井戸にぶっ込むよ。大盛り型してるから、超音波の反響で来れないところに関しては私の強制なんだかフラフラしちゃうんだな。どうしようかな、ファイルバンカーね、2回は打てるだろうから、エネルギー溜まるだろうから、片っ端から井戸にぶっ込むよ。難攻不落、なんか出し惜しんじゃうとな。火牛の剣、ここら辺でどっかで使うか。うにょうにょときた。攻撃力を上げるか。お、ちょっと硬そうなやつが2体いるんで、ちょっとこれファイルバンカー打っちゃおう。打ち込め、打ち込め、ぶちぶち込め。に入れます、痛いですよ。まあボスがね、現れてくれるかどうかもわからないんで。痛いですよ。第6波折り返しを超えました。お、飛んできた。早くまっすぐ飛んでくるやつ、そしてふらふらと寄り道をしながら、コンビニ寄り道をしながらやってくる。小さいからって甘く見ないでよ。いつもな、こっち側に置こうかな。なんかここら辺の守りが手薄になるから、ついここら辺に置いちゃったけど、なんか山方面からいろいろ飛んでくるみたいなね、なんか気がしちゃうんだよな。鬼ヒューガが相手だ。どうしよう、打っちゃう。悩んでるんだったらもうスキルどんどん使っちゃう。大掘り切りでも食らえ。いけいけいけ、他の奴らも控えてるしな。片っ端から井戸にぶっ込むよ。うにょうにょと、さあこれが残ってるうちに、反薬が残ってるうちに入っておくれ。火牛の剣、飛んでくる奴がいっぱい来たら大掘り切りでも食らえ。スキルでバーンってやってあげたいところもあるけど、でもファイルバンカーもね、もうエネルギーチャージ完了したし。9、お、いっぱい来たね。しかしここも楽々といけそうだな。お、いっぱい来た。ういスザクザ。第10、使い忘れるとあれだから回収先にしとこう。でボスは来ない、もしかして。これが本当の袋のネズミよ。もう10ウェーブでボスが来ないってことは、こういうことだよね。残念でした。良い決断ができ。で、ここを突破するには対象カブトを倒すしかありません、もう一度出陣お願いしますってね、ススキが何度も言ってくるので、本当このススキがすごいうざくなるそうです。はーい、はーい、もう何回目だ、多分20ぐらいは回してるけども、ちょっと疲労回復の時間がもったいなさすぎる。ふう、枕を使ってもいいけどもな。まあ今回はこれぐらいにしておいて、次回頑張ろう。ここをクリアすればね、とあるいいやつが入ってくるからね。ワクワク。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は、動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃん。